はい、こんにちは、フトブズです。明日ね、素材地日本代表のメンバー決まってからの初トレーニングが明日多摩であるので、前日から東京インしてます。当日やったら朝7時とか6時半とかに出れば間に合うんですけど、本当に怪我だけは避けたいというところで、そこはね、お金投資してでも怪我のリスク下げたいなというところで全泊東京インしました。いや、明日ね、めっちゃ楽しみなんですよ。やっぱね、前は選考会やったんでドキドキやったんですけど、今回はね、もう決まってからみんなチームメイトというところで、まあ、コミュニケーションとか取ってね、大会までチームワーク深めていければなと思います。ということで、ね、ホテル移動します。いい、ホテル到着しました。到着して22時ですね。特に、まあ、何もすることないんですけど、まあ持ってきたこのフットブーツケアボールでケアして寝ようと思います。もうこれね、マジでもう移動の時とかバリ便利で、体のどこがやっぱ張ってるかとか、どこほぐせばね、体軽くなるとか疲労流れるかっていうのも分かってきてるんで、毎日使うのめっちゃ大事ですね。ということで、ケアして寝たいと思います。おはようございます。まあ8時半なんで、そろそろちょっと出発しようと思います。まあ、下にね、弥生県があるので、朝飯食ってから行きます。まさかの一番乗りだ。ユニフォーム届いておりました。代表青ユニと、かっこいい、ユニフォーム買ってくれた方ありがとうございます。名前入れてくださった方、コメントお願いします。はい、今回もスタイシリーズはね、ちょっとアフレコ入れていこうと思うんですけど、今回日本代表また選出されて、前回のワールドカップと同じメンバーが5人しかいないっていう、今回14人選出なので、残りの9人は初招集というところで、もうガラッと日本代表チーム変わりました。まあ、今日は初回練習3時間練習で、まあ、アップボール回しシュート練習やって、まあ、みんなが、ね、気になる紅白戦今からやるので、そこまで飛ばしていきたいなと思います。で、僕はね、ブルーチーム左サイド一番奥におるのが僕です。立ち上がりの相手もこうやって前プレー来てるんですけど、まあ、やっぱみんな上手いんで、こうやってキーパー上手いこと使ってしっかり前プレーを回避していくっていうところで、これ僕のパスカットからカビミュラン選手なんですけど、カビミュラン選手ね、僕が安高校で1年生の時、全国出た時に1回戦山梨学院と当たった時にカビミュラン選手試合出てましたね。僕は1年生で、スタンドで応援だったんですけど、その時覚えてますね。モンスターカビミュラン選手、大活躍しておりました。こんな感じでスタイチ、持ち運んでポジションチェンジとかしながら、結構くるくる回りますね。サッカーみたいに固定のポジションじゃなくて、結構流動的に動いて崩しに行く感じですね。今回ね、これ17番リク、リゼムカラーリクも選出されております。真ん中でね、これボール持ってるのが中旬なんですけど、中旬もね、 YouTube してて、僕ね、あの、スタイチ一緒にチームでするの初めてなんですよね、今回。サッカーはちらっとやったことあるんですけど、日本代表でね、初共演となりました。非常にね、楽しみですね。そして僕は、お得意の縦突破からホームラン。今回ね、アジア大会はサッカーボールの仕様となるので、いつものスタイチボールは重くて弾まないんですけど、サッカーボールなんでボンボン弾んでますね。そして中旬から、これ、阿部ちゃん、エルアグア。J リーグのね、岐阜でも200試合ぐらい出てるっていう、もう大 J リーガーです。もうそんな経歴の選手もね、スタイチ、参入してきております。そしてね、すかさず白も1点返します。やっぱね、もう立ち上がりから分かるようにレベル高いですね。そこでね、また遠見です。やっぱね、この代表選手みんなもう賢いので、もう早速盾を開けてくれてるっていう、まあ、2回目はしっかり抑えて、ファーにいたミラン君に惜しかったんですけど、これもカウンターで、ね、ハイエ、石野が1点返して2対1で、今回ソサイチはね、普段コーナースローなんですけど、このアジア大会はコーナーもコーナーキックというところで、これで前半終了です。後半開始なんですけど、チームはそのままでね、まあ、やって思ったんですけど、サッカーボール、このコートでサッカーボール扱うの難しいんですけどね、やっぱみんな上手いっすね。もう初回から結構なんか違和感なくみんなプレーしてるので、いや、マジすごいなっていう感じです。普通にボールめっちゃ跳ねるんでやりにくいんですよね。
で今回10番はねこれアガタプラムアンから、アガタも選出一緒にね選出されてます。そしてこれ今シュート打ったのがねリョータですね。関西でボルベールでプレーしているリョータが選出されました。関西からのねメンバー増えて嬉しいですね。前はプラムアンだけやったんで関西からもねもっと素材値盛り上げていけたらなと思います。これね中旬がそこまで落ちて、ゲームメイクしてくれてるんですけどボール持てる選手がねやっぱ後ろでボール持てるってめっちゃ素材値大事なんですよね。であとピボね壁ミラン選手がこうやって収める選手がいるっていうのもめちゃくちゃ大事です。これもねやっぱ起点になって収まるっていうのはねチームが押し上げれるんでめっちゃ大事ですね。これミラン君が当てた落としこれ右のねトモヤ君のところこれ一つずれてるんですけどマークがこれ最中これになったらねやっぱ失点つながっちゃいますよね。なんかゴール前でやっぱフリーになるとあんな感じで、キーパー前にもねオフサイドラインで立てるので攻撃側ねいかにねあんな感じでマークのずれを生み出せるかっていうのがめっちゃ大事です。東京ヴェルディ所属の新井優斗選手ですね。ヴェルディをね、今年去年からソサイチチームができたんでね関東リーグ、所属しております。でも、ね、コーナーから、こぼれ玉トモヤ君が拾ってトモヤ君もね前回一緒にワールドカップ戦ったメンバーです。で中島落としは阿部ちゃん2点目。やっぱねこういう抑えるとかいう技術めちゃくちゃ高いですね。これで後半終了なんですけどここからもう何本か試合するんですけど今大会アジア大会ねカムバックピリオド制っていうのが導入されておりまして20分ハーフ終わった時点のスコアから例えば日本がインドに2対1で勝っている状況であれば到達ポイントが3と設定されて先に3点目を取った方が勝ちです。だから2対1で試合が終わってもまだ負けてるチームにチャンスがあるっていうそこから逆転もあるっていうなんか制度になりましたね今回。でこれフィールドに出てる選手がねすでに5人5人なんですけど3分ごとに1人ずつ減っていってもうそのポイントに到達するまで終われないっていう試合です。なので最大ね1対1、フィールド1対1の数までいきます。で点入るまで1勝1対1をするっていう制度になってます。こういうねだからフィールド2対2とかになるとこんな感じでマジで1対1の勝負みたいなどっちが剥がせるかみたいな感じになってきますね。だからこういうところでやっぱ僕とかみたいにドリブルで仕掛けれる選手がチャンス作っていけたらなって3人でしたね。チャンス作っていかないともう決定機が作れないっていう感じでこれもめちゃくちゃいい動きです。こういうのねやっぱやって思ったけど決めきらないとマジでしんどいです。で、ね、人数少なくなってくるとやっぱこんな感じで味方もブロック入って必然的に1対1のシーンが多くなるんでね、まあ、こういうところはしっかり僕もうタイプ的にも活躍しないといけないなっていう感じです。でこれキーパー使ってパワープレイやってみた、ところですね。やっぱソサイチってパワープレイまだあんまやらなくて今回のルールも初めてなので、まあ、なんか人数少なくなった時にキーパーを出してパワープレイをするのか、まあ、僕らもねまだ試行錯誤しながらやってる状況です。キングスリーグにルール似てますね。あの時も相手チームは結構キーパー入れてパワープレイとかしてきてたので、まあキーパーどうやって使うかっていうのはね多分めっちゃ大事になってくるんじゃないかなと思います。でこの阿部ちゃんのナイスディフェンスからこういうのもね最一の魅力の一つですよね。この速いカウンターこれでねやっぱゴールまで行けちゃうっていうのがで逆もここから走り出せばまたカウンターがあるっていうねこういう展開が速いのが最一面白い魅力の一つですね。やっぱねこうやって人数が多くなったら必然的に1対1するシーンが増えていくのでこれ剥がすか剥がさないかでめっちゃチャンス変わるのでやっぱねこういうところね最後活躍しないといけないですね。もう今回サッカーボールでシュートめっちゃ速いのでやっぱねやっぱバンバン打っていきたいところですね。こっからでもだいぶいいシュート速いシュート飛ぶんで遠目からでもね、しっかり狙っていきたいですね。でも2対2とかなったらやっぱこんな感じでゴール前勝負になりますね。もうでこれはね、パワープレイ使ったキーパーをフィールド選手に変えた攻撃のお試しです。もうだいぶ有効なんじゃないかなと思いましたね。これはやっぱもう中本さん FC リゼムのキーパーがねめちゃくちゃ止めてるんででもねだいぶチャンスも作れてるんでこれはねいい作戦なんじゃないかなって感じです。でこれねこうやってこういう感じでシュート外すと
すごいカウンター食らうっていう、これで1対1、キーパーのアメちゃんがブロックするっていうカオスな展開ですね。こんな感じで、初回トレーニング終了でした。9月23日もう一回練習して、本番に臨みます。最中日本代表練習終わったんですけど、僕もすごいもの見つけちゃって、 G フォーム、しかもさ、箱もさ使ってたやん。使ってました。それ、何見て買ったん？チームメイトが使ってて、たまたまこの間一緒にカモ行って、はあはあ、ですよ。そういうことで、まあ結構高いけど、そう、まあちょっとそんなにいいやったら買ってみようかなって買って、でライチと一緒にあの箱崎にプレゼントしよう。あ、誕生日からね。で黒とか白とかあったんですけど、金色にしました。それさ、ちょ、それフットブーツを見て買ったって言える？フットブーツ見て買いました。あ、そうやんな。えっくっ、えっくっ、ありがとう。一回取り直しとかいらない。あ、全然全然、このまま使う。ありがとう。フットブーツ見て買いました。あ、そうやんな、ありがとう。はい、リゼムの森保選手、お疲れさんです。どうやった、代表？いや、なんかめっちゃきつかったんですよ、今日。きつかった？だって珍しく足つりそう言ってたもんな。足つんでるしかもしれない。え、どう、あれ、ソサイチ慣れてきた？いや、でもね、やっぱなんか自チームとやってることちょっと結構違うんで、あ、難しさは感じたくない。ソサイチ初めて今何ヶ月？半年。半年？半年以上は経ってるか。で、しかも練習して、してないもんな。ポテンシャルです。いやいやいや、高すぎるんで。いやいやいや、助かるわ。僕そんな高くないですけど、ね、いや高いよ君。めちゃくちゃ高いよ。やめてください。いやいや、助かるわほんまに。じゃあまたあのアジア怪我しないように、はい、またあのとりあえず来週練習やるの。そうやね、来週、はい、ありがとう、リクです。はい、日帰りで伊丹空港着きました。いやね、だいぶ強度高かったので疲れました。でもね、やっぱ今回の代表のイメージなんですけど、個が強いですね。めっちゃ個人が強い。だからなんかやっぱチームとしても多分相手強くても戦えると言いますか。でこっからねチーム作っていけばもっといいチームになると思いますんで、まあ、あと9月23日トレーニングマッチして、9月8日から、マレーシア参戦していきますっていうことでね、まあ、怪我なく頑張りたいと思います。ということで、おはようございました。